斉藤俊安は、戦国時代の武将。父は、斉藤俊長。通称は白左衛門。子に、利氏。後代の系図、軍記などでは子に、俊高、利権、俊名を、孫に、斉藤俊像。遠徳二年、白樫城を築き、はじめここに居住。時なりよりの光景をめぐる家徳争いでは、明王四年七月、明順から、 時もと来方の古田市討伐を命じられ、立馬と共に出陣した。明王七年に、斉藤大舘、年近節が戦死すると、まだ幼い年近の子、年吉の貢献のため稲葉山城山六に移る。栄昇年間、長井長広と共に、長良天神神社の社殿を修復。美の名裁記によると、長井長広と同一人物とされ、美の国池田軍白河市場から、 元すぐ文殊城に移り、宗福寺を建立する。さらに稲葉山山六の長井堂に移り、家信筋の長井新在文城に殺害されたとされる。法名は、宗福寺、桂学宗庄。墓所は、宗福寺。前斎当時の系譜に関しては、上記のように、長井長広と同一人物とされるなど、後代の軍記、師匠、経図などによる混乱が見られる。 同時代の交互、下火後の分析によると、リアスの改名は、高し中元宿である。よって、息子は、リタだし、孫は、リケンとなる。ありがとうございます。